ジメチルスルホキシドは有機化合物で溶媒の一つ。純度の高いものは無色無臭だが長く貯蔵したものは分解物である黄化合物の周期を持つ。非常に吸湿性が高い。分子式 C2H6SO。皮膚への浸透性が非常に高いことでも知られている。ジメチルスルホキシド自体は毒性は低いが、 他の物質が混入している場合、その物質の皮膚への浸透が促進されるので、取り扱いには注意を要する。化学構造の観点からは、ジメチルするホキシドは理想的な CS 対称性を持つ。その他のハイエス化合物と同じく酸、核水系分子構造を有し、四面体系用原子上に、非結合性電子体がある。 スルホキシドのよう酸素結合は一般に S イコール O と書け表されるが、実際は二重結合ではなく大きく分極した単結合である。水とは自由な割合で混和し、多くの有機化合物や無機子をも溶解する優れたヒプロトン性極性溶媒である。このため実験室レベルから工業的規模に至るまで広く溶媒として利用される。 また有機合成化学分野においては、スワーン酸化などにおける酸化剤としても用いられる。膀胱炎の治療薬として、水溶液がリンマイナス50というブランド名で、米国やカナダなどで利用されている。これは、ダムソの50%水溶液である。国によっては、競争場の治療にも使われる。一説によれば、 チェチェンの活動家であったアミール・ハッターブがロシアによって暗殺された際には毒物をダムソに溶かしたものを塗られた手紙が使われたという。この時、ハッターブは手紙に触れてから5分で死亡したと言われている。ただし、毒物の正体は不明である。ジメチルスルホキシドの6つの水素を重水素に置換した銃、ジメチルスルホキシドは NMR 測定のための 重要倍として利用される。NMR 測定においては、通常、水産元の水素原子と重要倍中の重水素原子との間で、イオン交換が生じるためシグナルが平均化され、水産元とその隣接機の水素原子との間ではカップリングが生じない。しかし、重、ジメチルするホキシドを重要倍として用いることで水産元のイオン交換が抑制されるため、 水産元の水素原子と、その隣接機の水素原子との間のカップリングパターンを観測することが可能となる。インカテン摂取87度の可燃性液体である。皮膚や目の温和な刺激剤である。皮膚に浸透しやすい。また、日本では消防法で危険物、第4類に指定されている。ジメチルスルフィドを酸素や窒素酸化物で酸化することで生産する。 ありがとうございます。